やってられない、もうどうしようもない、そんな時には強がらないで、友達に会って話聞いてもらおうよ、それだけのことで気分は晴れてくるものさ。一人じゃない、思い悩まずに、必ず近くに誰かがいるから、隣のおばさんも近所のおじいさんも、ネットの向こう側の顔も見たこともない人で、きっと。